はい、どうも、こんにちは。今回またライフイズストレンジ続きからやっていこうかなと思います。前回は、うるせえな、ビビるわ。前回は、あれ、ここまで、あ、来たか。OK、ちょっと待って。前回は、まあ、ケイトが亡くなって、で、新章が黒始いまのっ会いに行って、た方ごがめんいい。なさい、ちょっと待って。新章が始まって、まあ、ちょっとね、まあ、誰だっけ、ビクトリアだったりとか、まあ、テイラーだったりとか、あとはチアガルの話とかも聞いて、まあ、みんなとりあえず参ってる感じであったということを確認したね。いいね。やっていこうか。ちょっとクロエがいいもの見せてくれるらしいから、見せてくれるだっけ？覚えてねえな。あ、来てんじゃん。よう、クソはまあ、フェミニストは迫害されるぜ。気をつけな。もう、嫌な奴がいるな、本当に。同じ番号でかけてくんな、お前もうバカか、お前特定されるぞ、番号変えるや。それぐらい徹底してほしかったな。これ見せたいものがあるって言ってるか最ら、悪。行こうか。私も人間離れしてるけど、姉さんは常軌を逸してる。ほんとクソだよな。ろくな奴じゃないわ。え、もう朝じゃん。あ、朝じゃないけど、あれか、街灯がめちゃくちゃ明るかっただけ黒いか。が校舎の前で待ってるはずだ。くらいでも今俺12時だよ。大丈夫？あー、でも座ってたぜ、ベンチあるな。一体何やってるんだろ ごめんって、マックス。まあ、その俺が座ったことに対して言ったかわかんないけど、ごめんって。あ、てか、ここで亡くなったのか、う。そういえ彼女ば。が飛び降りたなんてまだ信じられそっなかい。そっかそっか。ここで亡くなったんだよな。あれな、あ、何これ。何これ。え、お、普通に木かな。 普通に木かなってのもおかしいけど。ここに座ってたんだよな、前見たとき。まあ、元気なかったけどさ、その時。あ、リスさん？リスさん、ちょっと待って、リスさん、リスさん。あ、リスさん、違うな、これ。なんかまたやる感じ、これ。ちょっと待ってよ。リスさん。帰っておいで、リスさん。来る、ちょっと待って。マックス？まあ、ごめんって。ちょっとリスさんがいたもん。これあれかな？でもこれ、こんだけメールがリアルタイムで更新されるってことは、すぐ行かないとまずいのか？あ、校長いるじゃん。ウェルズ校長、なんでいるの？見つかったらまずい。誰も私を追い出すことなどできん。これどうやっていくの？今のところはな。え？これ一回して、失敗しないとわかんないよな、でもこれ。ライフイズストレンジって一回失敗しないとダメだからさ。ケイト・マーシュの家族が悲しんでるというのに、自己嫌悪に浸っている場合か。きっと大変な訴訟になるぞ。ブラックヘルなどと呼ばれるわけだ。え、これ、待った方がいいの？俺、待った方がいい？あ、でもマックスの構えが ここに来るとマックスの構えが変わる。バレるだろ、お前。ここまで来たら普通。ここから先登れないしな。バレないよ。バレないよ。これバレないでしょ。あー、闇と同化してるわ。あー、マッバレクた。ス、こそこそするならもっとうまくやりなさい。この時間は外出禁止だと分かっているだろう。ん？すみません。ケイトのことを考えていいたぞ、ら、いい、まあ、いいぞってのもおかしいけ外の空ど、気まあ、がそういうこ冷とたもあくるなる。よ。今日はつらかっただろう。君は助けようと行動を起こした。私はどうだ。ああ、ここの責任者なのに、校長ケイ参っトてんものか、やっぱ。いろい学校ろもまあ、救えなかっ非た。難が来るもんな。もう部屋に戻って休みなさい。ひどい一日だった。ゆっくり寝るといい。困ったな。どうやって通り抜けよう。なんかあんのかな？あ、ちょっと待って、リスさん、まさか？リスさん、あそこで矢印が出たってことは。また座ろう、一回座って考えよ一体何やってるんだう。ごめろんって。リスさんなんかしてくれるんじゃないかな？リスさん、止まってんだけど。
リスさん、写真も撮れねえし、リスっていう紹介をいただいただけだわ。あ、あー、なるほど。賢いね。鍵が開いてる。うん。サミュエルが来ませんように。何すればいいんだろう。何すれば校長は引く？ナットとボルト。うん。おじいちゃんのガレージみたい。おじいちゃんのガレージ、なんでもそれじゃないだろう。工具しかない。まあ、工具箱だもん。何もなし。ああ、ないか。あとは、でもあんまなんかサイレンとか鳴らしたくないよな。サミエルがファッションに関心あったなんて。サミエル、ファッションに関心か、それ。グラビアだぞ、お前。よし。ファッションって感じじゃないだろう。なんかある。何これ。サミエルはシルクのスカーフを巻かないよね。うん。じゃあ、誰が？誰かが入ったのか、マスカ。おいおい。なんかある。なくないっすか？マックス姉さん、なんもなくないっすか？姉さん。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。バレた？何にバレた？何にバレたの、マックス？マックスバグってない？マックスバグってるよ、多分お前。大丈夫か？なんか通ってまんじゃん、あそこ。めっちゃ主張してたわ。むくろ、ちょっと時間かかるわ。ちょっと、どうやって行くの、あれ。は？あ、見れんの、ここから。トバンガって夜見ると怖いね。うん。どうか何もしないで。普通にトーテムの感想じゃん。マックス。なんかないか。一回でもミスってるから、なんか選択が変わってる可能性はある。彼女が飛び降りたなんて。あ、見たな。まだ信じられない。なんだろう。あ、もう入れないもんな。ってことは何かここで解決しないといけない。何があるんだ。ちょっと無理そうだったら飛ばすわ。ああ、先生いるもんな。なんかないか。見れる。あんな姿を誰にも見られなくてよかったね。私以外。クロエ、クロエ助けて。おーい、まあ、クロエ違うって。助けてクロエ。これは？ダメか、まあ、非常用はちょっとあれだもんな。じゃ、メール返すよ、マックス、とりあえず。校長相手でちょっと出られないの、ぐらい。クロ、心配してるぞ、今。返信してやれよ。バレた。ドアを開けようとしている隙に通れないかな。バグってる。バグってね、これ。サミエル、あれ直さないのかな。バレた。ドアを開けようとしてる隙に。これもう失敗かな。ドアを開けようとしてる隙にバレた。これ今の時間だったらいないのか。いるやん、先生。あれ、こんなしか戻れなかったっけ。ああ、来た。バレたって、何バレたの、マックス。めちゃくちゃ戻ってるけど、俺大丈夫。いないじゃん。鍵を持っていたはずなんだ。あんな姿を誰にも見られなくてよかったね、私以外。もう言ってよ、マックス。まあそうだよな、普通に考えたら。まあ普通に考えたらそうだわ。まあいろいろ見れたしよかったよ、この時間の間に。スカーフだったり、まあ通って見れたし、ごめんなんか時間かけちゃって。まあ普通に考えたらそうだよな。時間戻す能力あるんだから。マックスのバレたバグのおかげで気づいたわ。度重なるバレた発言で、バグに気づけたわ。バグ、違う。何？おお、びっくりした。びっくりした？うん、まさかちびってないよね。ごめん、思ったよりびっくりしなかった、俺、ごめん。ふざけるのはやめて。うん。ついさっき、目の前で友達が屋上から飛び降りたんだよ。さすがにちょっと無神経だと思う。
もし逆の立場だったらこういうことされたい？ああ怒られてる。ごめんマックス、何も考えてなかった。いやじゃあ元気づけようとしてくれてんだってくらい多分。あまり愚痴りたくないけど、ケイトが飛び降りた光景は一生忘れられないと思う。二択しかないじゃん。ちょっと待ってごめん、ちょっと語らせて。二択しかないじゃん。元気出さ、元気を同情してあげるか、気分転換じゃないけど元気出して、ん？元気出してもらおうかなって対応するか、どっちかしかないんだから。まあ、クロエは元気出してもらおうとしたんだよ、今。マックスもちょっと察してやれよ。役立たずだった。そりゃショックだろ。うん、私にはどうやって慰めていいかわからない、うん、だからバカをする。でもマックスの力があれば全部解決できるよ、うん、謎は多いけどさ。ケイトを自殺まで追い詰めた犯人とかね。誰だ。これ以上の犠牲者を出すわけにはいかない、うん、それに竜巻がこの町を消し去るのを阻止するだっけ。そうだよ。できればカオ、あ、タイトルカオス理論なんだよな。カオス理論いってみようか。前にこれはカオス理論だって言ってたよね、うん、そんなのとてもじゃないけど手に負えないよ。でもその力は操れるだろ、うん、時間と空間が思いのままだ。すごいじゃん。すごいでしょ。なんか自分の決断に自信が持てなかった。だね、結局その力で救えなかったからな。特に姉さんを停学させてからそんな風に自分を責めるもんじゃないよ。とりあえず手がかりを集めよう。あ、これ誰か、クロエとケイトについて、レイチェルについて、ああなるほど、どっちかについて調べるかみたいな。でもここで言うクロエの手がかりはケイトでしょ。了解。まず第一に、ケイトとレイチェルの周囲には共通の人物がいたということ。うん、クソ親父と姉さんとかな。そうだね、確かに。いや、それだけじゃないよ。それだけじゃないよ。ビクトリアがいるよ。だね。単にその二人が一番ムカつくだけだ。うん、クソ親父のやつ顔殴りやがって。全ての鍵はレイチェルが握っている気がする。変かな、会ったこともないのに。あ、レイチェルから探すんだ。そんなこと知るか。私はレイチェルを見つけたいだけ。考えると怖くなる。もしかしたら、まあ確かに、ある、亡くなってる可能性もあるよね。生きてる？死んでる？うまくやってる。うまくやってるよ。案外ロスでうまくやってるかも、うん、可能性としてはあるよね。私を置いていくはずない。ごめんごめんごめん。絶対何かに巻き込まれたんだ。早くレイチェルを見つけよう。生きてる？疑問マークだったからさ。大丈夫、絶対に見つけるよ、うん、まずは手がかりを探そう。そうだね。で、見せたいものって何？何？驚くなよ。ほら、学校の合鍵。クソ親父。おお、やるね、クロエ。本当感心しちゃう、うん、とはいえこれ以上問題を起こしてほしくはないけど。クロエやるね。問題だらけの街だ。今更どうってことないだろ。明かり消えたよ、後ろ。やるっきゃないのさ。大丈夫か？ついに犯罪者の仲間入りだね。誰が犯罪者だ？夜の警備してんじゃないの今。あれか、夜の警備中のとこか、オープニングのやつって。夜の学校に忍び込んでんだ。手伝ってくれてありがとうございます。クラスメートたちも君に続いてくれるといいんだが。先生、気が散っていてすまない。今日はいろいろありすぎた。そうですね、何かあったら聞きますよ、ジェファソン先生。ありがとう。抜け出した原因消防。君もケイトの件で大変だろうに。ええ、人が死ぬところを見たのは初めてでした。かわいそうなケイティ。あ、いいこぶってるな。君たちそんなに仲が良かったのかい？意外だな。それより日常ヒーローコンテストは、それよりってそれよりコンテストは実施されるし、うん、先生が学校代表を選ばなきゃならないことは変わらない。うん、マックスの写真以外は揃ったんだが。どうせあの子は自撮りしかできませんよ。マックスに期待してるからな。私の作品を見てくれたでしょ。自撮りなんかよりずっといいじゃないですか。マーク、一緒にサンフランシスコに行きましょう。ジェファソン先生だ。それに、あ、なんか普通にあれか、じゃあ普通に話し合ったんだ。もともと私の作品を評価してくれてるんだから、誰も贔屓だなんて思いませんよ。でも私の写真を選んでくれたら一緒に過ごせる時間が増えるでしょ、ね、今のは聞かなかったことにするよ。私を選ばなかったら先生に優勝させる代わりにいろいろ要求されたって言いふらしちゃうかも。今の脅しも聞かなかったことにし。ああ、やっぱビクトリアやっぱ一歩断られてるな普通に。君は生徒だろ、寮に戻りなさい。待って、
私はビクトリア不遇ビクトリア不遇すぎる。才能がないから。いや、そこに隠れた。まあ、それしかないか。ありえない。座りそう。大丈夫か。ビクトリアは一体どこまで落ちる気なの。喋るな喋るな。バレるバレる。本当に。あ、てか戻ったのか普通に寮に。わ、学校のあれか、探索できんのか。暑いね。これであれか、オープニングだったように誰かにバレたんだ。さすがだね、クロエ。任せな。かっこいい今の任せな、かっこいい。こんなことして平気かな。お互い目をつけられてるんだし。私のせいにするか、この間みたいに。やめろ、クロエ。これって不法侵入だし、冗談じゃ済まないよ。ちゃんと鍵開けて入っただろ。もうちょっと遅い時間に行かない？ないって。12時じゃダメだって。刑務所行きかも。大丈夫。ここの警備主任はクソ親父だ。私が警察に捕まって困るのはあいつだし。ってことで、早いとこ校長室を調べよう。どうせ捕まっても巻き戻せるんですか。校長いたんだよな、さっき外に。でもケイトは。あれ、まあ、でも戸締まりしてるってことは、そっか。いや、残すドアはあと一つだ。戸締まりしてるってことはもう見終わったかもしんないね。でもなんもないもんな別に。普段見たからな。行こうか。じゃあすぐ、時間ないしね。うわ、何これ、職員っすか。これ見るこんな帽子をかぶるのは不審人物だけ。なんかあるんじゃない。こっちにあるよ多分、怪しいの。そんな校長室な。あ、これオープニングのやつではないか。違うか。あ、意外とでも出ないな。てか、クロエが苦戦してるな。大丈夫か。ここだ。マジかよ。警備員のくせに校長室の鍵持ってね。使えな。ちょっと見られたくないものがあるんだ。あ、まあ、そうだよな。絶対開けてやる。実は、少しだけどピッキングもかじっててさ。フランク様々だな。ちょっと試してみるか。どうぞ。もう後には引けないし。もうすって出てきたな。一応鍵も探して、念のため。うん、わかった。ここにないだろう。警備員が持ってなかったらなくないか。あ、でもそっか、入れないもんな別に。警備員入れるかっつったら。何もなし。何もなし、何もなし音楽始まるこれ。あ、何もなしと。こんなんでもさ、校長室の鍵なんかさ、ね、こんなとこ入れる？外れ。ファイルしかねえ、もう。ちょっとバカだったな、探し方が。ああ、ここじゃん。鍵だ。でも、校長室のはない。鍵ないみたい。ああ、そこだ。探そう。ちゃんとフランクに教えてもらえればよかった。もう少し粘ってみるけど、なんかいい方法考えてくれ。合点承知。針金でさ、ピッキングできるってのは針金かな、わかんねえけど、専門道具知らねえけど。ウォーレン、今いい？とりあえず、ベースに帰還すればいいよ。うん。それより、ちょっと教えてほしいな。この時間に電話、あ、そこ電話するって言ってたの、さっき。だけど、美術室と理科室に入れる状況で、うん、鍵のかかったドアを開ける道具を作りたい場合、バレるバレる。どうしたらいいと思う？状況的にバレるだろう、お前、そんな聞き方。違うよ。ただ興味があって。聞き方が悪いわ。さすがだね。いや、いいよ、大丈夫。バックアップ要員ってことで。じゃあすぐにやり方を送って。聞き方が直接すぎるわ、バカか、うん、猿の惑星見に行くの楽しみにしてるから。ありがとね。マックスが悪い悪い顔してるね今。ちょっとふざけんなよ。ダメだよ、みんな起きちゃう。バカ、そんなでかくねえよ。こっちはお手上げ、そっちは。あ、ちょっと準備してくる。ここに隠れて。理科室のやつだ、開けるの。案外私が先に工事開けてるかもよ。じゃあ気ぃつけな。勝負ってことで。ちょっと、これ理科、あ、ウォーレン。あ、演奏さん、なんとかなんなんとかえ、なにこれ。あー、これか。あと電話するね。よく聞くんだ。君は打つのアイテムを見つけなければならない。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ、塩素酸ナトリウム。これが今からやることだよ。
お、書いてくれてる。あ、ダイナマイト、ダイナマイト作んの、まさか。バーンなってたもんな、ね、今。ダイナマイト作んのかよ。デイビッドに勝ち目はないね。うん、グラント先生の行動が早かった。あ、署名か。え、グラント先生様、ブラックエルアカデミーにおけるセキュリティの責任者として学生たちの身を保護すること、そして安全確保することが私の仕事である義務です。私は教員と学生に不評であることは重々承知しています。しかし彼らの安全を守ることが私の最大の目標です。私が警備主任に就任してからキャンパスでの犯罪は 15.4% 低下していることを忘れなく。私は科学教師としてあなたの立場を尊重していますが、監視システム計画中止の請願書は不当であり、到底納得できることではありません。あなたが今回の請願を取り消し、安全で健全なブラックエルアカデミーと生まれ変わることに賛同してくれるよう願っています。てか、手紙ここに置くなよ。家に持って帰るやつじゃないの？先生の家に持って帰るやつじゃないのそれ？まあもうここに置く時点でたかが知れてるってことだよな。あ、行こうか。なんだっけ。まあでもどうせ出てくれるでしょ多分。ウォーレンが科学オタクでよかった。うん、材料を探してみよう。どこある、そこ、材料、どうぞ。滑舌よ。なんかある。何もないか。缶ジュースのゴミとかあるんじゃないの。ちょっと待ってよ。違う。ウォーレン下だな。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ。あとは理解っすか。砂糖、ジュースの缶、ダクトテープ。ダクトテープも多分でも、全部理解室になりそうだけどな。トロフィーだけじゃ、学校の信用は戻らない。まあそうだね。むしろ信用にトロフィー関係ないもんな、別に。むしろ名門校がやればやるほど問題は大きくなるからな。何も入ってない。ダクトテープ捨てるやついる？あ、トイレ。昔々。ね、昔々。ああ、それ喋ってたんだ。姉さんがどつかれました。姉さんがどつかれました。なんか開いてるでしょ、こう缶ジュース。回収されたばかり、何もなし。ああ、そうなんだ。え、じゃあ買うじゃあ。もう買うか、じゃあ。しゃあないしな。缶は見つからず。じゃあ買うしかないか、じゃあ。から。誰も炭酸飲まないのかな。健康的だな。じゃあ使うか、じゃあ。いでよ、缶。飲もうか、飲もう。普段飲まないけど。やったぜ。必要なものはあと3つ。あとダクトテープと砂糖と、塩素酸ナトリウムだっけ。ダクトテープとかさ、ロッカー入ってないの君の。てか音楽がなんか不気味だな。ロッカーとか、あ、ケイトのロッカー。ケイトのロッカー、すごく寂しい感じ。あ、そう見えちゃうよね。開ける。理科室の鍵取ってくればよかった。てか絶対開いてないじゃん。絶対、あ、教室開く？開くんかい。ホラー映画のワンシーンみたい。ガバガバじゃん。戸締まりしろよ。まあ戸締まりが終わったってことかな。じゃあ灯台は町のどこにいても見える。だからまだいるかもしんないってことか。ケイト、悲しい時でも世の中のいい面を見ようとしてたんだね。評論家マックス曰く、ダニエルは写真家よりイラストレーターの才能がある。ビクトリア、これすごくいい。こんな写真を撮ることができるのに、人としては。ああ、ビクトリア才能あるじゃん。じゃあ普通に言ってよ。姉さんの作品は気味が悪いけど独特の雰囲気がある。ああ、プレスコット。なんかでも、いや、姉さんも闇感じるな。一番闇感じんじゃん。てかマックスなんかより全然闇感じるわ。ケイトとかマックスよりも全然闇感じた今。墓場って。あ、日常ヒーローだから。そっかそっか。ビクトリアのタバコ、ジェファソン先生は感心しないだろうね。ジェファソン先生のタバコじゃないの。ビクトリア疑わないでしょ真っ先に。あ、あった。ジャストダリン。じゃあ、あとでも砂糖とナトリウムだから。あ、どうした。
どなた爆死した？マックス？いるよ。まだ爆死はしてない。集中するから また後で。あ、てかあれか。この前だから、ウォーレインがやってた実験のことか。じゃあ、使うアイテムって。そっかそっか、ウォーレインやってたんですよ、爆発。夜の学校入ったことないからな。まあ普通の生活してたら入んないんだけど。夜の学校なんか。戸締まりしろよな、てか。あ、見ようぜ。科学には疎いけど、これは絶対に塩素酸ナトリウムじゃないよ。まあ、薬品だもんな。粉じゃないもんね。俺も詳しいことわかんねえけど。あ、教科書がある。あ、こっちかな。怪しいね。見ようか。みんな寝てる。起こしたくないけど、写真撮りたいな。オンにするっても写真あるよね、多分。ってことは。あ、違う。うわー、てかもうすでに2つぐらい逃してんだけど。あ、やっぱリスあったじゃん。ほらー、もう、リスあったじゃん。自分でもいいとは思ってないよ。マックスで、あ、まあ、でも電気つけないとこ。やっぱりかわいそうだわ。あ、何これ。あ、気のせいか。ああ、あるじゃん。砂糖、砂糖、砂糖。取っとこうぜ。砂糖発見。で、あとはナトリウムだな。残る材料は一つ。答案？ B マイナス。なんかがっかりだな。そういう私は落第ギリギリだけど。あ、ウォーレンね、ウォーレン。いや、だからそういうもんだって。科学者になるやつってそういうもんだよ。テストはからっきしみたいなのあるよ、全然。生物学、うん、グロい。自分の興味のためにやってんだから、テストのためにやってんじゃないんだよ、ああいう人たちは。関係ない点数なんか、やろうぜ。どれどれどれ。あ、ありますね。教科書。こっちからでも見れるだろう。手を伸ばせ、マックス。甘えんな。塩素酸ナトリウムは除草剤なんだ。うん。先に言っといてよ、ウォーレン。え、いい教科書だ。なんか構図が面白いわ。手法、塩素酸ナトリウムの特性は一般に除草剤として使用される無機化合物である。人には毒性。気をつけろよ、マックス。まあ戻せるからな。まあ戻すんだろうな、失敗して。材料を探した方がいいと思うな。え、ここじゃないの。あー、てかあれか。どこ、塩素酸。塩素酸。え、塩素さんどこ。塩素さん、あ、落書きか。何これ。てかこれ何、これ怖いんだけど。ああ、いるじゃん。塩素酸ナトリウム発見。ああ、そういうこと、そういうこと。なんかどこ絶対踏み台いるよな。絶対あれだって、事故起こるって、これ。でもこれ失敗しないとダメなのかな。まあ、机とかなかったよな。こうマックスでも失敗しないとあれだもんな。まあでもそっか、失敗して学ぶものだもん。塩素酸ナトリウムだよ。うん。理科室以外考えられないでしょう。分かってるって。だから取ったら絶対落とすぞ、お前これ。わざわざ能力を使うまでもないよね。うん。そこの椅子を持ってこよう。ああ、そこまで言うんだ。ああ、持ってきてくれるんだ。ありがとう、ありがとう。よし。早くクロエの驚く顔が見たいな。あ、これを持って向こうに戻るのか。あ、まあそうだね、爆発させるわけだもんな。行こうか。どうしようかな、これね。じゃあ一旦切ろうかな。時間も時間だし。今セーブされたのかな、ちょっと怖いけど。じゃあちょっと一旦切るわ。じゃあ、あ、出した。レイチェランバーはどこにいるんだろう。尋ね人のポスターが学校中に貼られているのを見ると、こんな平和な田舎の学校にも現実は容赦ないんだなって思う。どこへ行ってもポスターが目に入るから、すっかり名前覚えちゃった。レイチェルは学校でも人気者だったみたいで、6ヶ月前から行方がわからないんだって。ポスターの写真はすごく可愛くて、まるでプロのモデルみたい。この写真は誰が撮ったのかな。家出しただけで無事だったらいいんだけど、考えるとへこんできちゃうよ。ご両親はどんな気持ちなんだろう。想像もつかない。この学校にいると世間から離れた別世界にいるような気がしてくるけど、現実から離れる、逃れることなんてできないんだよね。